こんにちは、整体ニコニコスタイルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩み痛み改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日は、座っていた時に座っていると姿勢が悪くなってきましたという時にどうしたらいいのか、どうしたら姿勢がまた良くなるのかということについてお伝えしたいと思います。でこれをご覧いただくことでですね、座っていてデスクワークをしていたりとか、座っていてテレビを見てた時に姿勢が悪くなってきましたと。でそれを頑張ってやるんだけど、姿勢よくするんだけど、やっぱりそれがしんどくてどうしても悪くなってしまうという時にですね、やっぱそれによって痛みが出てしまったりします。ですからあなたがそれをもし何とかしたいということでしたら、この動画を見ていただくことでその対処法が分かりますので、今日からその使っていただける内容になりますので、ぜひご覧いただければと思います。ということで、ですね、座っているとどういうまず姿勢になりやすいかと言いますと、これが椅子だとして、ちょっと見にくいですね、こう座っているときにこうなりやすいんです。ほとんどの人はだんだん座っていると、これで仕事をしてたりとか、なんかテレビを見てたりすると、だんだんこうなってきます。で骨盤っていうんです、ここはね、この骨盤がですね、後ろにこう倒れてきちゃうんですね。で、こういう姿勢になってきます。で、こういう姿勢になりますと、腰にも負担がかかりますし、足の付け根、股関節にも負担がかかりますし、膝にも負担がかかりますので、ここと、腰ですね。ここが、痛くなりやすくなります。ですから、あなたがもしこういうふうになりやすいようでしたら、そういう痛みにつながりやすいので、これをこういう骨盤が立った姿勢にしたいですね。だけどこの立った姿勢っていうのはちょっとしんどいと、これがちょっとやりにくい、だからこうなるわけなので、こういう人はですね、どうしたらいいかと言いますと、立つんですね。もう立っちゃいます。こうやって立っちゃいます。でなんで骨盤が後ろに倒れてしまうかというと、このお尻のここですね、ここが座っているうちだんだん硬くなります。ここが硬くなると、これ引っ張られて、で骨盤が倒れてしまうということになりますので、ここをですね、解放させたんです。もちろんですね、座った状態でここを柔らかくする方法もあるんですけども、それよりもまず効果的なのは、ここを解放しちゃうんですね。要はこの圧迫されているので、解放しちゃいます。そのためには、一度立つと、いうことが大事ですので、もしあなたが座っていて、姿勢が崩れて骨盤が寝てきて、これは何とかしたい、それを頑張ってこうするんじゃなくて、一回立つと。立つのが多分めんどくさいと思います、最初は。私もそうです。それぐらい座っていると、そのさっき言ったところがですね、さっき言ったお尻のここがですね、ここが硬くなってきます。ここが硬くなるとですね、もう立つのすらめんどくさくなります。なぜかというと、そこが硬いと、そこを使って本当は立たなきゃいけないんですけど、そこが硬くなることによって、もう立てなくなる、立つための筋肉なんで、そこが硬くなってしまう、立つのすらめんどくさくなってしまいますから、ですから、座っている人が長い人は、できたらですね、30分に1回ぐらい、最低でも1時間に1回、30分に1回立てたら結構いいので、そういうことでちょっと時々立つと、座ってて姿勢が崩れてしまうなと自覚がある人はですね、長く座るんじゃなくて、30分とか1時間に1度立つようにしてみてください。そうしますとですね、腰とか膝とかですね、股関節、こういうところの負担が減りますし、姿勢が崩れにくくなります。そうすることでですね、あなたの痛みも改善してきますし、痛みの改善した状態がより長く続くようになりますので、ぜひ立つということについてやってみてください。で、もちろん、この立ち方によってもですね、この姿勢の良くなり具合方ですね、この悪い姿勢が改善しやすさが全然変わってきますので、次回この、立ち方ですね、椅子からどう立つか、これによってもまたですね、効果が、変わってきますので、この次回はこの立ち方、椅子からの立ち方ですねについてお伝えしたいと思ってますので、もし気になるかですね、この下の方からチャンネル登録できますので、チャンネル登録をしてください。ということで今日はですね、座っていて姿勢が悪くなる、これをですね、どうやったら姿勢よくできますかということについて、お答えしました。ぜひ今日から取り組んでみてください。立ってみてください。はい。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。次回楽しみにしていてください。では、ありがとうございました。